はあのジムカーナーのあのプロの方ですね。あの AE86 レビン86の方ですね、ちょっとインタビューしてみたいな。あ、まずあのチームはあのどちらですか。昔は佐賀大の自動車部にいますが、今度は新しくあ、そうですか。あの佐賀大の自動車部ではですね、あのうちの会社でもですね、あの1年先輩の人なんですけど、佐賀大の自動車部の名前見つなかった。佐賀大の人、北信号、そして次が北信号。なんかほとんどうちらの会話になってますけど、まあ、カメラさんはあのちゃんと撮ってるから、ね、ということなんですけど、ね、自動車部、今日 の、 あの車のセッティングについて聞いてるんですか。まずあのタイヤの方から、タイヤは今回は普通の乗用タイヤであるグリップのゼラチン。カメラさんちょっとお願いしますこれはあのダンロップの、これはダンロップのゼラというタイヤです。ゼラというタイヤです。タイヤ寸法は185/70で競技用ではありません。ホイールは岩下ラリーサービスの WRC 5.5J13インチのオフセット20mm じゃ あ、 あの続きます。あのショックの方に聞いてる。ショックは、ショックの方はフロントはポテンダー、ポテンダーのジムカーナ、ジムカーナダンパーってやつですね。ああ、なるほどですね。これは説明してますからね、ちゃんと。このように上の方ですね、ネジがついておりまして、はい、ドライバーでこのように調節していくことによって減衰力の調整ができます。なるほど。あの視聴者の皆さん、よく聞いておいてください。これはプロがですね、ちゃんと説明しますので、ね、こういう風にやって減衰力を調整してジムカーナーに勝とうということですね。あのリアの方、リアも同様にポテンダの、ポテンダのフォアジムカーナーです。減衰力の調整がついています。あのブレーキの方はどうですか。ブレーキは全てノーマルです。あ、ノーマルですか。シートもノーマルですか。シートもノーマルですね。ハンドルはこれはどうですか。チェアリングはナルティの36倍です。ナルティですか。じゃあアップです。シートベルトミラーの人についてますね。ここであの大事なこと聞いてますけど、今日はあのどちらからお越しになられたんですか。私はその道永先輩の後輩でちょっと市内の方で働いてるんですが、ひょんなきっかけでここまで来てしまったわけです。本当はここでですね、ダートラの大会が合ってるはずでしたが、もう終わっていたようでした。あ、今日はダートラの方を見に来られたんですか。そうですね、観戦の予定は未定で決定ではなかったと思います。なるほどですね。ただあのご本人の方はあのダートラもやられてるわけです。そうですね、過去は自動車部でいろいろ鳴らしてきましたが、今年からはジムカーナーに行ってみたい。あ、ジムカーナーは今年から始められたわけです。今年からですね。じゃあせっかくですから、あの仲間の皆さんもですね、あのあの今車は何日産ラング皆さん、あのそれで、あのやっぱり佐賀大の仲間だったんですね。同じ会社で働いてる。ああ、そうですか。どうもありがとうございます。なかなか、あのレイトハウスのジャケットがなんか決まってますね。同じ会社で働いてる。自分は彼と高校の同級生で、あとの2人とは今日初対面なんですね。ああ、そうですか。みんな初対面ですね。私も実は初対面なんですよ。そうですね。具体的なことは今年からですね、まあ、ちょっと今から本格的にやろうかと思いまして、まあ、彼をちょっと仰いでですね、ということはあの、テクニックを伝授したいと思います。そうですね、あのジムカーナーの方はあの、じゃあ結構前から始められてたんですか。そうですね、去年お遊びで2、3戦出たんですけどね、今年もまたお遊びで出ようかなと。あのどちらに出るんですか。今年はですね、あの三井グリーンランドでやりました、九州のチャンピオン戦でやってまして、クラスは A2 ですか。あの結果は、結果はですね、上になんか60台くらいあ、そうですか。お遊びですから、私はですね、ちょうどあれだったら同じ日にですね、西日本サーキットの方のジムカーナー行ってきたんですけど、あのジャステがやっぱり強敵が多いから、なるべくダンスの少ないとこ行って入賞を狙うと思ったんですよね。
残念ながら7位に割ってしまいました。あー、そうですか、まあ、残念でした。はい、それというのはですね、なんとこれがやっぱりできないわけですね。グリップ走行に徹してしまったからですね。そういうことでですね、ちょうどもう私も練習優勝だったと思いまして、ね、あの種類ですか。はい、いや、ちょっと走り屋のことやなと思ったんですよね。まだタイヤだけなんですけどね。いや、そうなんですよ。この前ですね、カメラマンの方にも、ね、袋をかけたんですけど、もう雪が降っててですね、そうですよね、もう当日できないんじゃないかっていうぐらいですね、すごい雪が積もってたんですけどね、それなのにいきなりもうですね、家出るときからもうセミレーシングタイヤつけたまま行ったんですね、ほとんど危ないことやってたんで、それで入れてもらいましたよね。はい、入れてもらいました。あ、私の方はですね、今年私ももうジムカーナーですね、西日本、まあ、ちょっと見て、茶船に出てですね、なんとか上位のものがありたいですね。まずなんででも基本テクニックはマスターしたいです。あ、なるほどね。練習を今年というか、まあ、次の3月ですね、西日本の茶船に向けてサイドブレーキダウンの練習を、まあ、ここ2ヶ月から頑張ります。そう考えてます。なるほどね。で、自分たちもですね、実は3月27日ですか、代表戦ですね、なんか中国というのがまた邪魔になるみたいな感じなんですけど、ちょっと出ようかと思ってるんですよ。で、まあ、みんなの邪魔をしないようにですね、まあ、彼は結構いいと思うんですけど、自分はみんなの邪魔をしないようにですね、頑張りたいと思って、またいろいろな時も出ていただきたいです。いいね、こちらの、あ、車の方を気に入っていなかったんですか。あ、いえいえ、車の方もただ単なる MR2 ですね。あ、MR2 の方なのかですか。こちらの改造台数は大体2回目だ。タイヤも同じなんですか。これはですね、ちょっと71M なんですよね。 M? ね、競技の時は 9GS 使ってます。ああ、なるほどね。あと、ショックなんかですね、ちょっと今の段階ではどうなんですか。まあ、レースも入ってないですからね、ちょっと、やっぱり皆さんお腹が、どちらだったんですか。 MR2 は後輩です。ああ、そうですか。今日は一緒に見に来た。はい、まだ競技とかやはりまだ勉強もいいな。あ、そうですか。今年も卒業ですから。あ、そうですか。今日はまあ卒業してからですね、みんなに対してですね、立派な先輩いらっしゃいますからね、みんなに全国に頑張ってください。あ、どうも、おはようございます。カメラさん、どうもありがとうございました。ではこれから私もちょっとテクニックを習って挑戦してみたいと思います。
らさ、ここのパイロンから随分離れて出ていくじゃんって思って、だからだいぶ損してる。そう、そうなんですよ。この前もですね、西日本の乗ったらね、うまい人といただいたらもう全然外にずっと回ってないんですよ。うまい人は本当にパイロンがすぐそばにずっと回ってるんですからね。寒いですから。